今回のスタート地点はですね、やっぱりね、こういうね、アングルというかカメラワークを使いたくなりましたがよ。左行きます。ここね、仙巌園の駐車場。ほら、今日はですね、時刻はねって11月の22日なんですよ。で、時刻がね、ちょっと待ってね、2時11分。見てください。ここね、駐車場いっぱいだったでしょう。で、こっち左側、ほら、久しぶりに見ますよ、貸し切り。要するに宮崎からも来てらっしゃいますね。こういうふうにね、こっちはちょっと小型になってきますけども、団体客ですね、を乗せてですね、来たみたい。で、今日はですね、今日はですね、で、この前ですよ、1週間ぐらい前に、ここ来たんですよ。で、なんだけども、こん前来たのになんでって、また来たのって言われるまで、はい、また来ました。というのがですね、菊祭りがですね、今日までなん、いや、明日までなんです。だから、明日、最終日に行くつもりだったんだけど、なんけ、もしほら、都合でですよ、来れなくなった時がね、と思ってですね、ちょっと待ってくださいね。ここね、工事中だな。あ、工事中のところも映しておきましょうね。どう撮ろう。いやね、今までですね、私のね、歩き方がね、ちょっと早かったんです。だからこれをね、少しゆっくりね、するようにしよう。で、一つの動画をですね、少し短くあれしようかなと思って。はい、いいですね、水音。喋りがない方がいいみたいな感じはしますけどね。2例200種1例。ちょっとね、今撮影中ですからね、一応こう拍手はしないですけど。はい、皆さんのですね、健康をですね、祈願しましたからね。こう来てですよ、ここがですね、向こうに桜島が見えますね。はい、アングル変えます。昨日もらったコメントでですね、なんかこう映像が良かったってやれると すっげえ嬉しいです。で、今日はですね、この使い慣れたポケット2っていう、カメラを、小型カメラを使いますからね。この前ちょっとね、使い慣れないやつだったんですけどもね。雨が降るかも。ほら、だけどあれですよ、傘用意しましたもん。自分で喜んでますけど、いやいやね、今まではほら、こういう時に雨が降りゃ、あいちゃーって言ったけど、あれですよ、ちょっと待ってくださいね、下を見てください。玉砂利、歩きますよ、ここの上を。いいでしょう、もうちょっと歩きましょうかね。笑ってしまいますよね。いやいや、嬉しい。
ほら、スニーカーです、今日は。スニーカー。あ、ちょっとまた新鮮な気持ちになってですね。島津のお殿様が、お前は何を、なあ、これ標準語ですね。わいやこは何しよとかって、いや、島津のお殿様、そういう荒い言葉使わなかったかもしれませんね。はい、アングル変えます。すいませんね、お殿様。は、はいはい。いや、よかでち。気にすんなちゃったですよ。わいがすんなごせーち。これはね、標準語でいうところね、お前の好きなようにせしろってやつ。はいはい。はい、こっちからですね。あ、ここも、いわゆるこの、工事が終わると、このあれが、足場が取れるとまた違う感じになってくるんでしょうね。だからこそ今取っとかないかんですね。どっから取ってもいいですよ。どっから取ってもいい。ここがですね、前に見えるのが反射炉があったところです。反射炉この前のね、動画で言おうとして思ったですね、あれがあったんだけど、ちょっと今言いません。何かの時言いますからね。ここの反射炉のことでですよ。それだけは覚えとってください , 笑うとあれですね、画面が揺れますね。あのね、いい匂いがしますよ。なんだろう、自然の匂い、自然の匂い、何なのかわからないけどね、何ですかね、懐かしい匂いって感じかな。あれ、この水回りだけでもこんだけ取れますよ、ほら。それとですね、色気のない話ですけども、歩き動画の場合ですね、だいたい10分を1本にしますからね。それぐらいがね、私の、緊張感っていうんですかね、ちょっと、やっぱり撮影するためにもですね、気合っていうのがいるんですよ。で、やっぱり10分ぐらいですかね。はい、ここがね、エマですかね。これがね、ここにこうかけるようになってます。で、桜島ですね。まだですね、入り口にもたどり着かないですからね。いや、ですから世界中の皆さんというか、皆さんにですね、一緒にですよ、私と一緒にこの横にいて、ここを散策すると、この仙巌園だけじゃなくてですね、あ、こっちがさっきのあれですね、駐車場。いや、私自身がですね、ここは、ここを見ましょうかね、50年以上ですよ、前ですからね、来たのはね。ほんで半世紀前っていう言葉がありますよ。50年前を。ほんと半世紀以上のあれでしたね。仙巌園。その頃は磯庭園って言ってましたけどもね。ここは、ここが入り口のところですね。はい、まだ菊人形のあれですね。菊、あれですよ、明日までですけども、まだ菊はきちんとしてますよ、ほら。もう明日までだから、もう枯れかかってるとか、そういうあれないですね。ちょっとね、遠くから撮った方がいいかもしれませんね。
いや、歩き取り楽しいですよ。歩き取り楽しい。はい、ということでですね、この動画はですね、ちょうど正面入り口ですね、仙巌園のここでお開きになります。ありがとうございました。